こんにちは、すずらん小道のすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は自分へのご褒美としてクリスマスプレゼントをオーダーしておりましたので、それが届きました。なのでこちらを開封していきたいと思います。このチャンネルではカリマの練習動画や楽譜、カリマ本体のレビューなどカリマに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで冒頭からハイテンションで失礼いたしました。はい、届きました。オーダーカリンバオーダーです。はい、注文しておりました。実はこちらなんですけども、クリスマスプレゼントです。自分へのクリスマスプレゼントです。もうこれ以上買いませんと言いながら買ってしまいました。もう一目惚れです。はい、クリスマスに間に合わなくても大丈夫なんですけどと言いながら、クリスマスプレゼントとして買いますと言ったので、きっとね、制作してくださった方は大急ぎで作ってくれたんじゃないかなと思います。はい、本当にありがとうございました。ではではでは、開封していきたいと思います。はい、こちらははい、実ははい、もうこのハガキを見てわかる方はわかるかと思いますが、仰天さんのカリンバになります。このね、リンゴのカリンバ、はい、私も持っています。こちらのカリンバを作ってくださった仰天さんに新たなカリンバをオーダーしておりました。はい、では開けたいと思います。まずこのちっちゃいの開けようかな。これちっちゃいの、ちっちゃいの、ちっちゃいの、ちっちゃいの開けよう。何が出るかな、何が出るかな。た、かわいいかわいいめっちゃちっちゃいんだけど、うわー、すっごい。あー、でも穴が開いてないんだ。私てっきり穴が開いてるのかなと思ったんですけど、なんかほらキーホルダーみたいにしたいなと思ったんですけど、これは穴が開いてないから、そしてポキって折れちゃうと怖いから、ぶら下げたりできないな。はい、ということでこちらを見て気づく方もいらっしゃると思います。そうです、あのカリンバです。こちらちょっとここに置いとこうかな。はい、あのツイッターでね、写真が上がってて、もう思わず一目惚れというか、これいいと思って注文してしまいました。仰天さんありがとうございます。急がせてしまって本当に申し訳ないです。ちょっとポストカードしまっておこうかな。あ、仰天さんのサインかな。はい、お顔が、はい、ありがとうございますと書かれておりました。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃじゃんじゃん、あ、髪型髪型ドキドキする、ドキドキする、ドキドキする。うわ、あ、音階シール、おお、めっちゃ、うわ、いい匂い。あ、やっぱりいい匂い。よいしょよいしょ。うわー、すっごいいい匂い。これを伝えられないのが残念だけど。うわー、美しい。素敵。かっこよ。うわ。これ外しちゃおうかな。ちょっと音階シールはこれは自分で切り取って貼ってくださいねってことですね。難易度高いな。どうしようかな。しかも CDE 表記だ。私が苦手な。どうしようかな。かな音階で書こうか。どうしようかな。はい。ちょっと落としちゃうと怖いよね。あっぴったり。ね、模様もぴったり。当たり前だけど。うわ、落とすと怖い。すごい。すごい、あ、裏面がザラザラしてる。指入れて、なんかすごい。あの写真で見たらこの辺なんかザラザラした格好がしてあるなと思ったんですよ。つるっつる、つるっつるって他になんか感想ないのかなあ、重さが全然違う。リンゴはね、ほんとかわいい、かわいいんですよ。軽さもね、すっごく軽くってね。あー、でも箱型にしては重いけど、ソリッドに比べたら軽いかな。うわー、やばい、これはすごくいい。お色も素敵ですね。はい、
ということで、こちらは経典さんにオーダーして作っていただきました28キーのカニバとなります。3種類の木材を使用している縦模様が特徴的なカニバとなっております。サクラ、エンジュ、ゲロンガン、ちょっとね名前がよくわからないんですけど、そういった3種類の木材を縞模様に合わせて寄せ木細工調になっております。ここの模様となんとなくこう四角くね、はい、あー素敵、うわー素敵、どの色がどの木材なのかを知りたいですねすごいすごいな、なんかここだけすごい虎模様なんですよ、綺麗。うん、はい、でこちらこの葉っぱのサウンドホールがポイントということでね、ツイッターで制作過程もご紹介されておりまして、もうね木材見ただけで一目惚れしてしまいまして、そして行亭さんの半音付きのカニもいつかは触ってみたかったっていう、ね、願望もありまして、で行亭さんにも私もいつか行亭さんの半音付き欲しいなってお願いしていたこともありまして、今回は今年のクリスマスプレゼントとして自分用に半音付きでオーダーさせていただきました。ふほほ素敵すぎる、うお、ね、ツイッターで拝見した写真よりもお色がね濃くなってまして、手触りがねすっごくね優しくてね、すごいなぜなぜしたくなる丸みがほんと優しいですね、とっても綺麗に作っていただきました。はい、そしてこちらね、この3種類合わさったボディが特徴的なんですけども、一番大きな特徴と言えるところはこのボディの形ですね。まあ、カメラでね撮ってるので、もしかしたらこの遠近法じゃないですけど私の写し方が悪いのかななんて写って見えるかもしれないんですけども、実はヘッドからヘッドって言えばいいのかな、上の方から下にかけてこう斜めになってるんですよね。これがね、うん、持ちやすいっていうことでしたので一旦弾いてみたいと思います。音を出してみますね。まだねちょっと音階シールを貼ってないので弾けそうにないので、とりあえず音だけ出してみます。はい、弾いてみました。命の歌ということですが、やはりこの台形、逆台形って言えばいいのかな、この形はね持ちやすいですね。ただやっぱり私の手には幅が広いので、この胴をまたいでいく時はなかなかちょっと親指が限界があるかな。そしてキーとキーの間が隙間が若干広めなので、リンゴのカリンバでは全然問題なくスライドはできてたんですけども、こちらはちょっと慣れるまでは、なんだろうな、爪でいくっていうよりも指の腹でいく感じかな。うん、いつものカリンバの感じでいこうと思うと引っかかってしまうので、このあたりちょっと角度が調節が必要かな、自分自身の親指の角度が。はい、そんな感じですね。まあどうねまたぐこの演奏の楽譜を自分で作らなきゃいいっていうだけの話なので、はいこうね行く楽譜をもう下から行けばいいのかな、下から行けば、あ、下からだったらいいかな。うん、でレとミあたりや、この辺だったら下からいけるかな。
まあまあ、でもそういった楽譜を自分で用意しなきゃいいっていう話で それでいいかな。はい。で、仰天さんのこのカニンバって通常のカニンバとは違いまして、すごくね、柔らかいキーなんですよ。なので、ね、爪がないというか短めの方でもすごく弾きやすいカニンバとなっています。はい、こちらなんですけども、このカリンバをオーダーさせていただいた時にちょうどね、バックスギアのカリンバをレビューしていたばかりで、半音の位置がすごく分かりやすかったの でこの位置を慣れたくて同じ配置にしてもらいました。これ本当多分慣れたらすごくいいと思うんですよね。この1個上っていうか、この斜めにあるのがね、半音付きカリンバってなんだろうな、位置がこうリンティンみたいな、こうすぐ上にあるもの分かりやすいんですけども、まあ、例えばこういったねチルエンジェルズ系の34キーだと真上に半音があるわけではないので、やはりこの辺はシールを貼ってないと私は弾きづらいんですよね。これがね、この配置はすごくいいと思うんですよ。慣れれば慣れればね、そこが問題かな。はい、この配置はね、もういっぱい弾いて慣れていくしかないと思うので、まあ程よく、いい音だな。本当にすごい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 しか言ってないけど、いい音。爪で行った方がやりやすいのかな。私が今左手の親指の爪が半分ないので、それで余計引きづらいのかもしれません。折れちゃったのでね、そこだけちょっと切ったんですよね。いい音。うわすっごいテンション低く感じるかもしれないんですけども、ものすっごく感動しすぎて言葉にならないいやー、素敵なカリンバ作っていただいて本当にありがとうございました。もうね、このリンゴのカリンバすら、こちらすら癒しなんですけど、もうこれはもう芸術品ですね。いい、慣れたい、カリンバ弾きたいいや、本当にやっぱりお願いしてよかったです。仰天さん、素敵なカリンバありがとうございました。こちらのカリンバを作られている仰天さんのホームページかな、あとツイッターとリンクを貼っておきますので、気になる方は仰天さんに直接お問い合わせしてください。価格や納期なども詳しくは仰天さんに直接お話を聞いていただいた方がいいかなと思います。ということで今回は以上となります。本当に仰天さんありがとうございました。ぜひ気になる方は仰天さんにお問い合わせしてください。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それではすずらんこみちでした。